昔昔浦島は助けた亀に連れられて竜宮城へ来てみれば絵にも描けない美しさ乙姫様のごちそうにタイやヒラメの舞い踊りただ珍しく面白く月日の経つのも夢の中遊びに飽きて気がついて老いと孫いもそこそこに帰る途中の楽しみは土産にもらった玉手箱帰ってみれば怖いかに元いた家も村もなく道に浮き合う人々は知らないものばかり心細さに蓋取れば開けて悔しき玉手箱